毎日ポジティブ。はい、ポジティブ歴19年スーパーポジティブティーチャー福田でございます。さあ、今日はですね、昨日来ていただいたお客様でですね、あることで悩まれていて、まあ、そのあることの悩んでたことのですね、僕なりの考え方をですね、皆さんにシェアをしたいと思います。まあ、その方がね、どういうことで悩んでいたかというと、まあ、自分の周りにいる人たちがどんどんね、離脱をしていってしまう、やめていってしまうというですね、まあ、そういうことがあって、自分の何かが悪いんじゃないかなっていうふうにその人は思って、まあ、そこに対してすごくネガティブになっていたということなんですけども、僕がですね、そういう方に伝えるのは、もちろんね、辞めてしまう人はもしかしたら何かね、その方に問題があったのかもしれない。だけども辞めていく人が全員ではなく、むしろあなたのそのやり方を支持してついてくれてる人もいるわけなんですね。で、やめていってしまう人に力を、注力をしてしまうとですね、今いる自分のことを支持してた人たちに時間だったり、その人たちに対して、大切にする時間っていうのが減ってしまうわけなんですよ。で、全ての人から全員から称賛されたり、全員から支持されるってことはほぼほぼないです。大谷翔平さんぐらいね、あんなすごい人じゃないとないです。僕だってアンチはすごいいるし、でもその分僕のことを好きな人、僕の考え方に共感してくれる人、ポジティブ居酒屋をすごく愛してくれてる人もいるわけなんですよ。で、じゃあこのお店に来て、くれる方がどんどん減ってしまう。確かに僕に問題があるのかもしれない。だけども今のその問題があるかもしれない自分がいいという人も存在しているわけなんですね。だとするならば、今自分のことをすごく応援してくれたり支持してくれてる人たちに対して、もっともっとその人たちが喜んでくれるようなことだったりとか、その人たちがもっと楽しんでもらえることをしていった方が、これから先そういう人たちからまた口コミが増えて、そういう人たちからまたコミュニティが増えて、そしてより自分のことを支持してくれたり、自分のことをすごく共感してるくれる人が増える。一番悪いのは、離脱してる人に注力しすぎるがあまり、自分のことをすごく支持してくれてる人たちに時間を使えない、プラスそういう人たちに対して自分がもう変えればいいのかなって言って変わってしまったことによって、自分のことをその時の価値、その時のあなたが素晴らしかったのに、それを変えようとしてしまって離脱、こっちがまた今度は離脱してしまう、ダブルで離脱してしまうというパターンもあるわけですよ。よりもやっぱり離脱してしまう人はもう仕方ない、確かに自分に問題があったのかもしれない。だけども自分のいいところもいっぱいあるはずなんです。で、自分の悪いところばっかりですね、見れば見るほど笑顔が少なくなったり、元気がなくなってしまったり、なんかいつも不安な、悩んだ状態になってしまう。よりも今いる人たちに対してもっと自分が何かできるのかなっていうふうに考える方がいいんじゃないですかっていうことをね、その方に伝えさせていただきました。まあ、その方ににはね、あるこういう考え方もあるよというですね、まあ一つの選択肢をお渡ししたので、まあその方がどうするか、どう考えるかは、まあその人次第なんですけども、やっぱりね、自分という人間というのは誰よりも知ってるのは自分であって、そして そんな自分をね、愛してくれたり大切に思ってくれる人も、まあ少なからずね、僕もいますし、その方もね、もちろんいるので、まあそういう方々にね、もっともっと大切な時間を使っていくことによって、そういう人たちから発生してまた素敵な出会いがあるんじゃないかなと思ったんで、離脱してしまう人に、注目したり、着目したりするよりも、今いる大切な人たちにもっともっとそういう人たちと一緒に過ごす時間を設けた方がいいんじゃないかなと僕は思ったので、そんな形でその方にお話をさせていただいたので、まあ、そういうふうにね、悩まれている方すごく多いと思うんですけども、もう十分あなたの価値はあなた自身がきっとね、分かってると思いますんで、そんなあなたを僕は応援しております。ということで、以上、毎日、ポジティブ！ご視聴ありがとうございました。